ックスじゃないか。景気はどうだい？悪かったらここに来やしないよ。だろうね。で、荷上げするもんはどれだ？荷上げは商談が成立してからでいいからさ、しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。それは物が売れてからの話だね。じゃあよろしく。おい、前金だってのに、また俺がドヤされるじゃないか。わしゃ財布は持っとらん。だろうね。すごい、あんなに大きいのに悪しそうじゃないぞ。そんだけ？無理言わないでも。これでも上乗せしてあげてるもん。軍需物資なら割増ししてあげるんだけども。休戦してたスペルビアとインビリアは今じゃ海戦準備の真っ最中だから、いくらあっても足りないもん。どうだもん、そっちの方やる気ないかも。前も言っただろ、そういうのはパス。はあ、あんたくらいの腕があったらツンとか儲かるのに。ももったいな、ももったいなも。でどうするも。いいよ、それで200は今、残りはいつもので。わかったも。送り先は矢崎村のコルレルさんでよかったかも。うん。にしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょ切れるも。うちのバカ息子にも見習ってほしいも。じっちゃんのおかげで家賃いらないからね。じゃあ頼んだよ。あいも、お任せも。